らかにあるんですよね。これは僕の主観かもしれないですけど、本当フットサル未経験者が周りに固まった時ってあんまり能力発揮できるタイプじゃないっすよ、ないと思うですよね。でも前ではあると思うよ。いや、すいません、僕それがうまいっすよ。お前セレクション要因だよ。セレクション要因だよ。セレクションお化けなんだよ。なんで初めての人と、まあ、ある程度の実力を出しながら自分の能力をしっかり発揮できるっていう能力だけ特化してるんだよ。てかまあそういう練習をやってきたっていうのもある。そういう練習をやってきた。あの大学4年の頃にもうプロ目指すっていうのを決めてたんで、大学3年まで4ブレとか1人で対応権使ってやってたんで、でじゃあセレクションしかないってなって経歴ないんだよってなった時に、じゃあセレクションってどういう状況かって言ったら、周りに初めましての人とさあやりましょうってなるわけじゃないですか。でその中で自分の実力発揮しなきゃいけないわけじゃないですか。しかも結果として数字として、なんで埼玉のいろんなチームとか知ってるよっていう人に紹介してもらって、じゃあ夜練習しに行きますって言って、で単独で乗り込んで、でそこでゴリゴリに削りまくってボール取ってガンガン点決めてよっしゃーって結果残しまくって、結果残すとみんな意外とやっぱついてくるんですよ。最初はやっぱパスくれなかったりするんですけど、どんだんだんボール集まってくるじゃないですか。でそれで結果残すとまあ、なんかどっかでやってるなみたいな、埼玉大学どこだよそこみたいな、大体なるんで、で今プロ目指そうと思ってやっててって言うと大体紹介どんどんもらえるんですよ。だからうちの今度こういう練習あるから来なよとか、でそれでもう初対面の人と初めてやって結果出す、初めてやって結果出すってやったらセレクションお化けになっちゃってる。だからもう普通の人たちはみんな騙されたっていう。みんなじゃなくて谷さんが騙されたって。谷さんが騙されました。まあでもあれだったんですよ。もうてかプロになるっていうのが目標だったんで、フットサルでお金もらうとかサッカーでお金もらうが目標だったんで、意外と早く慣れちゃって、うん、そこでパーンと目標消えちゃって、まあ、そこで何かがしたいってわけじゃない。いやそうなんですよ。もうそこで達成しちゃったんで、しかも意外と達成できたわと思って、でそこで僕はやる気スイッチなくなったわけじゃないですか。まあちょっとエンジョイ思考になった。だからドリブルデザイナーのドリブルデザイナー10年してた。そうです。ずっとロナウジーニョとか見たり。ピボなのに。ピボで全然収まらない。収まらないのに。ピボで収めるのが一緒じゃなくて、いきなりロナウジーニョは見るわ。あの、残り足とか。あ、明らかに知ってません。残り足とか。もう、俺、それ意味あんのみたいな。いやドリブラーのポジション選手がさその話してさやってるのが全然さ、はい、あ研究熱心なんだけどさ、お前ポジション違うし、なんならボール仕掛け出したらさ歯みたいに言われてないさ、ポジションじゃんみたいな。なのでさめっちゃ勉強しててさ、紙面とかもさ、俺やっぱさ結構さ人の紙面ってさ、はい、俺見てるわけよ結構紙面ってさ、はい、特にさその人が何考えてるかさ寿司考えみたいなのあるじゃん。はい、ヘッジしたり、はい、シュートったりとかさ、はい、ドッキリとかさ、あと走り込んでさ、はい、あこういうところに今課題感じてるなとかって、はい、でたまにはね言わないけど、はい、お前それかって思う時はあるでしょ、はい、お前それ使うみたいな。お前それ何今課題ってこいつ自分のことどう考えてるのかなって思うじゃん、はい、やっと繋がったわ。あ、やっと繋がりました。やっと繋がった。あ、もうモチベーションなかったんだって。モチベーションなかったっていうか、やっぱもう、こっからはもう突き抜けて、もう楽しいことやっちゃおうと思って。でも、もともとあれなんですよ。フットサルに転向した理由が、もう点取りたいだったんで、っていうだけなんで、なんかキープするとか、ぶっちゃけなんか言われてましたけど、もう頭の中で、いや、それなんどうでもいいから、もう僕は点を取りたいと。で数字を上げたいというだけだったんで、まあ、数字取るためだったら、もうガンガン前向いて仕掛けた方が絶対取れるしっていうスタンスだったんで、だからもう、残り足しか言ってました。探してるから探してバーンってくるガーッてくる。でもなんか面白かったなと思って、まあ、でも分かんないですけど、まあ明君がどう見てたか分かんないですけど、数字は取ってましたからね。まあ取られる時も多かったですけど、僕が出てるとそうです。試合出たっけ。いや違います、あの練習の時とかです。そうです、数字は取ってたんで、なんで僕は結構もう満足してた練習でなんか家庭がやっぱうまくいかなくても点は取ってたんで、もうそもそもの趣旨がそれだったんで、まあ、しかも好きなことをサッカーとかで上目指すとかなった時に、いやなんか好きなことやってるのになんかセンターバック、まあ、そんな嫌いじゃなかったですけど、やっぱテントに対してチヤホヤされたいっていうのが僕目標だったんで、いやここじゃねえだろと思ってだからフットサルに転向したんですよ。あ、ね、まあ、そういうなんか始めるバックモードとかもあるし、ね、そう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 いうのは大事だと思うし、逆にフットサルやると思ったんですか。いや
俺は逆にそのサッカーよりもフットサルの方が向いてると思ったし、身体能力必要じゃん。最初さ、サイドフォークやってたんだけどさ、ウィングみたいなやつでさ、ドリブル得意だったわけよ。一対一とかでもさ、まあ抜けるわけよ。でもさ、ハーフラインちょっと過ぎたところでさ、ボール蒸すじゃん。縦とか抜くじゃん。完全に逆ついて置いてってるのよ。 10メートルぐらい立つじゃん。まだゴールまでだいぶ遠いじゃん。追いつかれるわけよ、こいつに。抜いたやつね、ちぎれないわけ。なるほど。浮いてったけど、あーみたいな。はい、また浮いて、ずっと向いて、なんか、もうその繰り返しなんですよね。そうだ、青臭くなっちゃう。はい、なんかさ、もうマジ、俺アンリだったらな、みたいな。アンリだったらこの先頭でバーンっていってさ、もう完全に浮いてたっていうのがあったから、なんかちょっと、正直無事なの。でもゴール前とかで足元で受けたら、超自信あったの。珍しいんでそんな多くないじゃん。はい、サッカーってさ。だいたい中盤ぐらいこうやってやってます。そうですね。だそれだと難しいなと。でもフットサルとか、フットサルやりたかったらちっちゃい子とでもさ、ミニゲームとかさ、練習多いじゃん。部員数多いしさ、だそういうゲームはめっちゃ得意だったら、すぐに相手近いし、で抜いたらすぐシュートとか打てるじゃん。だからフットサルの方がいいなと思って、でフットサルだったら海外やプロあったから当時。フリーはなかったんだけど、海外スペインとか行けばプロになれる。でそれで生活してる人がいるって言ってたから、で日本代表とかもあるって言ってたから、へえ、まあ、じゃあサッカーでやるよりはフットサルの方が自分に向いてるしいいかなと思って、楽しいなと思ったから。いやだってサッカーで J リーグ行くのと海外でプロになるんだったらそんな考えじゃんっていう、はい、ああまあそうですね。だからそれだったらじゃあ海外でプロになるのと J リーガーになるんだったらどっちがなれるかなと思ったら、自分のその身体能力とかって考えた時に今頃はそっちの方がいいかなと思ったから、だから初めから F リーグとかは全然興味なかったし、ああで、ね、俺は海外でプロになるっていうことでは、それがある意味お前の日本でやって飯食うのと一緒で、俺のゴールも海外でプロになるっていうところが、なおかつ世界のトップまで行けるって思ったから、そこを目標したから、だから F リーグでとかはなんかあっても別にそんなに、俺ここ別にゴールじゃないから、で俺はみんなのみんなっていうか若い時ってかってことに、俺はここがゴールじゃないから、結婚した人と同じレベルでやる必要はないってずっと思ってたから、うまい結果って言ったらその先輩たちもね、はるかにうまいんだけど、はるかにいい選手で俺試合出てないんだけど、俺はここで終わる選手じゃないから、先生フリーグで大活躍したところで次の俺はそこでが別にステップだから、代表に入っても俺はこのステップだから、で代表で活躍したら海外に行きやすくなるって思ってたけど、代表に入りたいって言って、だから代表に入っても別になんかそういうコミュニティ的に嫌だけど、はい、コミュニティ的には嫌だよ、嫌なんだけど、でも別にそこに行ってそこから先活躍しなきゃいけないから、はい、でここに行くためにはどうするかだから、だから楽しいとかっていうのは途中からやっぱちょっとずつなくなってきてる部分もあったから、でもそのこの目標に向かってとこが楽しいから、それ自体で負けて楽しいとかっていう、はい、技やってとかっていうのはそんなに、はい、なくなったから、でそこにたどり着くために必要だったらやるけど、はい、必要ないことは、だから子供の頃から俺そうだから、はい、リフティングの技とか、はい、今は全然できないけど、はい、そんなんだって試合中に誰もやんないじゃん。それなんか意味ある、俺ずっとそれ意味あんのって、あ子供の頃からできないっていうよりも、はい、それ意味あんのって、そうなんですねって思ってたから、だからリフティングとかも結構できるようになったら、試合でどんなシチュエーションでこのリフティングの技術は生きるんだろうと思って、はい、トラップなのかなと思ったから、試合にしっかりシチュエーションみたいな感じだったら、俺結構バーンって抜けて、はい、それをリフティング続けて、2、3回やったらバーンって蹴って、はい、っていうリフティングしかしてない。っていう練習をずっとしてた。だから技とかに時間割いてほぼない。だから最低限回すなんてさ、練習しなくてもさ、ピッてすぐできるようになるじゃん。だから、その最低超も、小学生できるのはできるけど、それ以上はなんかこう、時間割いたほうがない。へぇー、もうずっとバーンって蹴って、はい、でそんなうまく蹴れないからさ、変なとこ飛ぶじゃん、はい、そうですね、だからそれでわーって蹴って、でこれをリフティングするんだよ。なるほど、これが技術だよ。そういうガキだったからさ、へぇー、大人になってもそのマイクはさ、変わってないから、へぇー、そうなんですね。だから君たちの前役ですね。そうなんです、僕やっぱ貝山側ですもんね、どっちかというと。もうなんか楽しいから入っちゃってますもんね、どっちかというと。目標ももちろんあるっちゃあるんですけど、面白いですね。これ結構いいですね。いい話になっちゃう。いい話になっちゃう。いい話になっちゃうからちょっとやだわ。ちょっとピー入るから。ちょっとやだ。っていう感じになっちゃいました。でも11時大丈夫。あと5分撮りますか。いいよ。
もうあれなんですよね、もうあきら君とやっぱ飯僕おごんなきゃいけないんで、うん、いつおごってくれるの？え、今日っす。あ、今日おごってくれるの？あ、でも第1回ってこんなもんでいいんすかね。また来てくれます？そんな頻繁には来ねえ。いや、もちろんもちろん、うん、半年とかさ。いや、そうですそれは全然いいよ。いや、毎月2週間後とか毎月毎月1回、みたいな行っちゃいましたみたいな、それはやばいっしょ。そんな必要ないっしょ、はい、年1ぐらいでいいんじゃないと思ってもそうっすね、年1、まあ、ね、1週ぐらいでさ、回るじゃん。まあ、半年ぐらいじゃないですか。ちょうど今シーズンオフなんで、ね、シーズン中、ちょうど中間の時期あるじゃないですか。うん、あそこら辺、うん、とか。あ、いえ、じゃあね、これからね、今コロナの影響でどうなってるかわかんないけどさ。そうっすよね、選手権も中止になりましたよね。選手権、そう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 、なったしさ。まあ、お前はだいぶ落ち込んでると思うけど。だって肉離れして挑んだんですよ、ね、で5ゴール1アシストしてきましたよね。根性っすよね、魂っすよ、魂だね。やばかったっすよ。こうやって走ってたんですよ、1試合目から。そこまでして、まあ、やる人もいるんだもんね、頑張ったもんね。結構判断早くて良かったね。良かったです、良かったです。もうちょっと、できんじゃないじゃんみたいな気だったけどさ、はい、実際今このタイミングだったらさ、はい、やんなくて、いや、もう全然すごい英断だったなって感じだよね。そうそうそう、あ、そうだから、あの、ね、これからさ、俺ワールドカップあるからさ、はい、あ、そうですね、じゃワールドカップの前撮ってよ。あ、撮りたいです。ワールドカップの前にちょっと対談して、ちゃんと俺のその伝えたいことをさ、はい、ちゃんと、そうっすね、僕が MC 担当として、 MC 担当ちゃんと引き出して、あ、そう、真面目な回答、真面目かは分かんないけど、ね、一応9月だし、そのどうなるかはね、はい、今コロナとか分かんないけど、はい、やっぱりさ、本当はさ、メディアがさ、いてさ、フットサルとかも含めてワールドカップのさ、どういう思いでさ、そのピッチに立ちたいとかさ、はい、そういう思いで4年間やってきたとかっていうさ、はい、ストーリーがあるわけじゃん、俺にもさ。それをさ、まあ、自分で Twitter で発信とかさ、自分でいろいろさ、はい、メディアにいろいろして仕掛けてはいこうと思うけどさ、まあ、全部が全部自分の思い通りにさ、はい、行くわけじゃないじゃんって思うから、だからそういう部分でやっぱり引き出してほしい、引き出してほしいっていうかさ、それを知った上でさ、ワールドカップをさ見るとかさ、はい、で結果がさ、俺ら出そうと思ってるから、それでさ、ワールドカップさ勝ち上がっててさ、急にわーって火がつくみたいなさ、はい、なんかさ、こいつらのバックボーン何なのって言ったら、マスチューブって確かにそれめちゃめちゃありがたいです。やっぱ結局人の共感だよ、それさ、ストーリーとかさ、バックボーンってさ、どういう人なのかさ、どういう思いでここまでやってきて、はい、だからこうなった、ただ試合だけ見ててもさ、感じるものはさ、ある人もいるし、はい、まあ、それもあるけど、やっぱ結局さ、箱根駅伝とかさ、高校サッカーとかさ、分かんないけどさ、いろんなバックボーンがさ、見えるからさ、その試合がさ、ただの試合じゃなくなってさ、そこに共感して、あ、こいつ応援したいんだね、あ、こいつが応援した、こいつが点取ったとかさ、最後スライディングでボール止めたとかさ、体張って、はい、いや、もしかしたら試合一本も出なかったけど、なんか最後ちょっと出てきて一つ仕事したみたいな、でも熱くなるわけじゃん、見てることしたらさ、そのさ、はい、ストーリーを知ってるからさ、そうです、背後はさ、ただ選手さ、もう全然出てなかったけど急に出てきてスライディングしたのみたいな、何やってんのみたいな感じで、そのストーリー知ってればさ、全然違うんだ。だからそういうストーリーをやっぱ、はい、俺たち自身も発信していかなきゃいけないけど、そういう発信できる場所がね、はい、作ってもらえると俺は嬉しいなと思うから、はい、一応まあ土部の趣旨はそれです。あ、そう、あの結果の部分ってもうみんな見れるじゃないですか、特にあのカジサクチャンネルのスポーツ版なんで、あの芸人さんが漫才やってるシーンなんてテレビとかでバンバン見れるじゃないですか。それ以外の部分の方が選手たちとかその芸人の人たちとかもそうですけど、その人たちにとってはそこがメインじゃないですか。てかそっちの時間の方がもちろん長いんで、そこら辺を発信できればいいなと。いや、信じてるよ。MC 大事だよ。 MC 大事っすよね。だって僕今聞きたいことめっちゃ、なんかこんな感じ、アスレの魅力とか実際の給料とかも準備してたんだ。準備してたんですけど、まあでも体感って大体こうなるんだよね。準備は大事だからね。準備の中で、それでまあそれでも出てきたところが一番聞きたいところだったりするし、そう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 、まあ、なんかこんな感じでカチ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 ってやるよりも、まあ、緩めに脱線しながらって感じで発信していきたいんで、でそこも含めてその人の魅力だと僕は思ってるんで、うん、でそこを発信できればいいなって感じです。おいっす。おいっす。やりづれー。やりづらいっすね。こいつ初めてだったらやりづれー。こいつどんなやつなんだと思って。そうっすっていう感じですね。まあ、ちょっとまあうちの選手もそういう部分では、そういう裏側もね、しっかり掘り起こして、共感できるストーリーを作ってあげて。はい。
俺はもうストーリー全然できてて作り上げられてるからさ、まあそれがさ何考えてるか分かんないとさ、どういう思いでやってるかって分かんないって多いもんね。いや、そうなんですよ。それが本人が悪いわけじゃない。引っ張ってくれるメディアもいないし、クラブがそこブランディングもできてないし、はい、まあ究極言ったら自分でブランディングもしなきゃいけないけど、はい、もちろんあるんだけど、はい、じゃあ自分ブランディングとかやってるとさ、はい、もう何していいか分かんないじゃん。そうそうそう、そのブランディング手伝ってあげる人も絶対いなきゃいけないし、はい、まあそういうとこ分かってるんだったら、はい、そこはしっかりちょっと助けてあげる。はい、任せてください。今日の給料は、今日のギャラは、飯おごるっていう、めちゃくちゃ高いとこ行ったのかな。違います。チャンネル登録1000行くまでは飯おごるっていうスタンスで。超えたら何？超えたら再生回数と広告仕組みはしてる、全部渡すっていうのをやります。でしかも僕今1個やろうとしてるのは、その選手にも協力してもらうっていうのを決めてて、選手がある程度ちゃんと協力してもらったら再生回数ってもちろん伸びるわけじゃないですか。その再生回数に応じても全部あげちゃうんで、それ期間で決めて、これぐらい数字伸ばしたら、じゃあその分全部あげますっていうスタンスにやるんです。ああ、そうだね。そうですね。まあまあ、それはいいかもしれないね。まあなんか、こっち側だけ発信しても正直意味ないんで。そう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 。だってよ。そうです。だってよ。で、今日のギャラは、飯です。超高い飯、行ってきます。行ってきます。っていう感じです。はい。では、宮本明選手、今日はありがとうございました。あります。ご苦労さまでした。あります。これサムネ用にいいですか。サムネ用のサムネこれするとあれなんですかね。サムネまたミスだね。いやそこはお前ね、フットサルの日本代表みたいな。